はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。圭一様、やすし様、人生に乾杯様、やむなし様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。昨夜の3月1日の動画はですね、有料メルマガ経由でしか見れなくなっております。大人の事情のあれがあれで、どうもコラボのこと言うと広告が消えるみたいで、何か界隈が必死になってですね、顔真っ赤にしてですね、何癖の通報してんのかもしれないですね、これね。まあやめないんですけど、未だに帳簿再提出してねえみたいだし、帳簿再提出を求められてるのはコラボじゃなくて福祉保健局って意見もありましたけど、どっちなんでしょうね。福祉保健局だとしたらまともな帳簿は永遠に出せませんね。辻褄合わせた帳簿を作ったら公文書偽造で首もんですもんね。下手したら刑事罰だしね。エリートの都職員には留置場のちくわ弁当は耐えられまい。毎回毎回半分ちくわが生で入ってくるっていうね。家具家電の大放出については鋭い方の鋭いご意見。コラボが処分した家具家電は塩ちゃんが使ってたものでは、刑事裁判になった時の証拠隠滅では。しおちゃんっていうのはですね、ガールズバーで働きながら生活保護受給詐欺をニート無能に直々に指南された女の子であります。これでですね、浅野市議が刑事告発しないといけないな。不正受給で、この件でニート無能は刑事告発される予定なんですけれども、まあ、刑事裁判に向けて証拠隠滅かというご意見、鋭いな。なるほど、大いにあり得る。公金で購入したもの勝手に配ってって怒られる方がなんぼがマシですもんね。公金詐欺っていうのは罪が重いし、生活保護受給詐欺っていうのは罪が重いしね。当該バスカフェ、開催もですね、家具家電を持ち帰る少女の目撃情報が一つもないという事件が発生しました。まあ、発生してなかったのが事件っていう。今日泊まる場所もない若年被害女性が洗濯機や冷蔵庫を新宿から運べるわけもなく、家具家電を配って証拠隠滅は失敗した模様であります。捨てちゃうのかな、したな。この家具家電無料配布を新宿区に通報したですね、善意の民間人がおりまして、その人が教えてくれたんですけれども、新宿区区役所市長管理課、マジですか、その情報初耳。今ネットで情報確認しますね。あわわわ、ネット確認しました。上司に相談しますわ。かなり慌てていた様子だったそうであります。新宿から無料配布やめれ言われて配布失敗の可能性もあるな。その目的で場所化してない理由って阻止できるのでは。なるほどな。でも集合場所ですって言って、公園借りといて、使用許可取っておいて、コスプレイベントやっちゃったとか、まあ、そんなことすればですね、役所にですね、止められますよね。別なことやるっていうのはダメってことかな。目的外使用ということで。4月2日開催のですね、NHK スクランブルデモの集合場所、春の小川公園使用許可を今日取得して、参りました。最長1ヶ月前から受付だそうであります。半年先の、公園使用許可は取れない。1ヶ月前にならないと。で、3月2日、だから、4月2日だから、まあ、なる早で取りに行ったってことなんですけども、前見たくですね、NHK が先にそこの公園取っちゃって、俺ら使えない、ってことが、ないように、受付開始日に、行ってまいりました。NHK が先に取っちゃってですね、嫌がらせするなら、それはそれで面白いんですね。俺大騒ぎですからね。ギャー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 。兄の団体が公金注注している疑いが強い維新足立康氏、コラボ問題って結局行政のずさんさ問題に尽きていて、政治的活動とつながりみたいな問題はもう誰も追っかけてないんやね、予想通りと。まあ共産党との
関わりとか、じゃないよって言いたいらしいんですけど、ちょっと何言ってるか全然わかんないですけど、コラボ問題を矮小化しようとして頑張ってる感があるな。コラボは悪くないんです、都が悪いんです、みたいなね、ずさんなんです。この件始まってからですね、足立康史ツイッター弁慶なのに着々とフォロワーが減り、40万、フォロワー超えてたのに今は19万と半減したそうであります。バカで黙ってらんないんだから、ツイッター向いてねえよ、やめたら。おすすめ、アドバイスしておきます。大川隆法幸福の科学総裁66歳が死去。なんと、おととい港区の自宅で倒れ、今日午前死亡を確認したそうであります。一般意見、ネタかと思ったらマジだった。貴重なイタコ芸人が。長男、こんにちは、大川隆法です。幸福の科学のご利益ないやん。ついに自分が高齢される顔に回ったか。絶縁した息子は葬儀やんのかな。子供と分かり合えず死んでいくとは。長女が後継ぎになるとだいぶ前から言われてたよ。びっくりした。学会と違って隠さない。A 点は評価いたします。総裁のですね、ういやつで固められてる幸福実現党は今後どうなんのかな、解体なのかな。今確認に幸福実現党のホームページ、見に行ったら、ここの代表っていうかトップも大川隆法兼任してたのね。長女が継ぐそうだが、そっちも今後どうなんだろうね。幸福の科学という宗教団体は長女が継ぐそうなんですけれども、どうなんだろうね。そういう組織で世襲ってありなのかってちょっと悩んじゃいますけど、立憲外観誘致党の杉尾秀也参議、3月1日の参院予算委員会でしつこくですね、防衛力強化によって沖縄が戦争に巻き込まれる危険性が高まっていると言った模様。やっぱバカなんすね。一般意見です。こいつら見てるだけでうざーい。巻き込まれるどころか露骨に狙われてんだぞ。こいつらにはウクライナは見えないのかな。一遍潰れろお前らは。防衛しなかったら攻められることもない。とでも、南沙諸島が奪われたらそれこそ喉元に刃状態だぞ。まだこんなこと言ってんのか。無抵抗で沖縄奪われろって言いたいのかな。またですね、警察署減らせば犯罪減るとか、消防署減らせば火事も減るみたいなバカなこと言っててね。バカなこと言うのは至極当然なことなんで、呆れるまでもないことなのかもしれません。それは当然なんだ。バカなこと言ってるからバカだって思われるわけであって、バカがバカなことを言うのはごく当然のことなんだ。ということなのかな。立憲は一遍潰さんと、賛成であります。それしかないでしょうね。メンバー全特会だね。悪意を積みすぎててその重さに潰れそうになってんのに気がつかない滑稽さがあるな。何を言ってますね。お前が言うなで完全論破できるしね。立憲の低迷を心配した朝日がとんでも応援記事。立憲はこのままでは沈んでしまう。党内に野田氏再登板を期待する声が絶えず。野田佳彦、まだ沈んでないと思ってるのが、好評を博しておりました。一般意見です。すでに頭まで沈んでるだろう。 NHK 野田が増税したから負けたんじゃねえの。水中でなんか言ってる。自覚がないというのは恐ろしい。すでに海底に着座してます。左翼は自民党だけで十分。新しい泥船作ればいいじゃない。辻元蓮舫の夢のツートップ投手がおすすめ。好きにすれば。未だに野田佳彦とか菅直人とか重鎮なんだもんな。辻元蓮舫の外国人コンビもね。元代表の、岡田克也が幹事長やってるし、こいつら全員切らないとお先真っ暗だが、それをやるとですね、今の支持者が離れちゃうから、何をどうやっても積んでんな。もう諦めろ。生活保護申請、受給じゃなくて3年連続増加だそうであります。受給の数字は分かんない。申請しに行った数、厚労省、コロナと物価高のせいかな、なんて寝ぼけたことのんきなこと言ってるみたい。一般意見です。年金より生ポが2倍という欠陥制度、
全くおかしな話だな。国民年金満額より多いのは絶対におかしい。国民年金が安すぎるのは問題と考えられないバカ頭。年金もらう年になったら破産すればいいのか。生活保護と年金って両方もらえるんだっけ、答え、年金分は引かれるよと、生活保護じゃなくて年金のお話にみんな言っちゃったみたいなんですけど、受給数じゃなくて申請数なので、こん中でどんだけ無事受け取れたかは不明であります。外国人に生活保護を与えるのやめろ。そんなのどこもやってね。安倍政権ではずっと右肩下がりだったみたいであります。申請数。安倍政権って2018年年末から始まりましたんで、まあまあ丸々2013年から開始、頭から開始みたいに考えるとですね。で、20年っていうと、交代してなかったっけ？コロナがいよいよ始まっちゃって、菅さんに交代してなかったっけ？21年からだっけ、コロナのせいとはいえ、今の物価高でも減税しないのはまさに岸田かだと思うんですけどね。物価高、物価を抑制しなければ、じゃあ消費税下げればいいじゃん。単純にさ、消費税 5% 下げたら、5%、物価が安くなるって分かんねえのかな、岸田はな。バカだなって思うんですけれども、私、都知事になれたら、東京だけ 5% にします。領収書を持ってきてくれたら 5% 上げます、現金を。ただし、東京都内の事業所が発行したやつ。埼玉の領収書を持ってこられても、買えません。したらね、東京都に、日本中から本社が押し寄せてきますんでね。で、したら人口増えちゃって、地価が上がっちゃうな。あとね、1000円ぐらいの領収書持ってこられても、したら50円、上げるわけなんですけど、事務手続きが面倒だから、やっぱね、最低10万か20万貯めてから来てくんねって呼びかけしてね。20万円の、領収書持ってきてくれたら、都が1万円上げると。したらね、経済すげえ回って、都内だけ全然ね、返した分以上の経済効果、都税が上がるのはもう間違いないですね。実質税率 47.5% で絶望する人も増えたんだろうな。人生最大のギャンブルが年金だと思ってるんですけど、私、年金制度払ってますけどね。65歳で死んじゃったら全くもらえないわけだしね。長生きしたらそんだけもらえるしで、よくよく考えたら不公平じゃねえ、これ。ギャンブル、まあ長生きのご褒美と言ってもいいかと思いますけれども、ひろゆきあたりはね、年金は税金かかんねえからやっといた方がいいんじゃない？言ってましたけど、65歳で、死ぬっていう可能性を一個も考えてない発言だな、思っておりました。現在、生活保護の窓口は市役所、区役所なんですけれども、中にはそこでですね、暴れるやつもいて大変なんですよ、市役所、区役所ね。ところどころにある、どこにでもある警察署でやってくんねえかな、窓口。生活保護。暴れる抑止力にもなるし、警察署じゃ、いくらなんでも暴れらんないでしょ。大声も出せねえしね。怒鳴ったところで警官がビビるとも思えないし。あとは受給詐欺をためらわせる効果もあると思うんですけど、このアイディアいかがでしょうか。警察にはその分予算上げてね、窓口業務やってくれ、つって。廃刊が決まっている週刊朝日。気でも狂ったのか、食用ウジ虫を進める記事書いてました。35万トンのおからがあれば、3万5000トンのウジ虫を生産できる。考えてね。一般意見です。狂った？お前らだけ食ってろ。吐き気がしてきた。ウジ虫はさすがにきつい。早く廃刊しろ。おから食えばいいじゃん。タンパク質、量、味、全部おからが上。朝日が進めるイコール、我々にとってろくでもないことですから、人口が毎年100万人ずつ減る、フェーズに突入するんだから、食料不足を心配するのはナンセンスじゃね？タンパク質、良質なタンパク質、タンパク源として虫を食おうっていらねえよ、人口減だからさ。日本人にろくでもないことだから、ゴリ押しなんだね、朝日はね。お前らだけで食ってる、人に勧めんのはバカって感じですけどね。韓国外交部が募集校原告団に説明、日本企業に自発的な
賠償金拠出を求め中である一般意見です、自発的な寄付を要請、一文で矛盾する才能、要求したら自発的にならんだろバカなのが、解決済みっては何度言ったら分かるんだ、そういうの普通恐喝という、宣戦布告だな、猫ばばした韓国政府が払えばいいこと、出したが最後永久にたがられるぞ、そうですね、永久にたがられそうですね、78年もずっとしつこいんだからこいつらね、自発的拠出を要求、苦し紛れとはいえ本当にバカなんだな韓国外交部、ああよかった、バカが敵で、敵がバカで、ね、三菱重工と日本製鉄は絶対に金出しませんよ、これ出せば株主訴訟されるし政府からもきつく止められてるんだしね、政府に逆らえばですね許認可関係で猛烈に嫌がらせされて仕事できなくなるよ、三菱重工と日本製鉄廃業になるよ、国家権力に逆らったら、こんな国はやっぱりですね竹島軍事占領中の敵国として断交からの竹島奪還宣戦布告が道理ではないかと思うんですけれども、それが正しいんではないか、東部4州を占領されててロシアとやり合ってるウクライナと何が違うの、無人島とはいえ領土を占領されてんのよ、敵国でしょうよ、なのなんであの敵国人がノーガードで何の制約もなく日本旅行に来れんだっつう、おかしいべっていう話ですよね、私のあの考えに、賛同してくれたら日本改革党を支援してくださるためにメルマガをご登録ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。